花束を贈呈させていただきます。各部後輩よりそれぞれの選手へお渡しさせていただきます。どうぞお受け取りください。安藤選手、森山選手、今井選手、世界選手権への授与、おめでとうございます。豊川高校は全校で皆さんもしっかりと応援します。頑張ってください。今年の3月12日に行われた名古屋ウィメンズマラソンで一応2時間21分36秒のタイムで世界陸上の代表内定をいただくことができました。私がこの成績を残すことができたのもやっぱり今こうして皆さんに壮行会を開いていただいて応援していただいている皆さんのおかげでもありますし、高校の3年間ここでお世話になりご指導いただいたおかげで今の私があると思っています。また自分らしい走りをしていい結果を残して帰ってこれるように頑張ってくるので応援の方よろしくお願いします。私が世界選手権に出場させていただくオープンウォータースイミングという競技は水泳の中でも競泳に比べてまだ日本での認知度が低い競技なんですけど競技なんで、どんどん世界に出て世界のトップで世界のトップの中に入っていって戦っていきたいと思います。周りの方々をたくさん笑顔にできるように自分らしいレースをして自分の大好きな水泳をしっかり楽しんでいきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。まずは今年7月に開催される世界選手権の代表に選ばれたことを報告します。去年のリオでは自分自身初めての日本代表で世界の雰囲気とかがわからないまま終わってしまった試合だったんですけれども今年はしっかり2回目ということで去年の経験も生かして自分らしく楽しくレースできたらなと思います。応援よろしくお願いします。